こんにちは、レナです。今日は磯丸水産に来てます。レナはちなみに初めてです。楽しみです。私本当にもう海鮮大好きなので、そういったものがここで食べれて、いっぱい飲めて、そういった感じの居酒屋のデートです。はい、やりましょう。というわけでメニューです。あ、そういうことね。ここでこういうのを注文して、ここで焼くとこってことだね。浜焼きでここで焼けるね。はい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 。タカがちなみに焼くのが上手？プロフェッショナル。プロフェッショナル、よかった。スーパープロフェッショナル。スーパープロフェッショナルかどうかは後で見てみましょう。おお、これも美味しそう。これ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 。カニ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 。あ、タカの好きなイカとかいろいろあるね。刺身もあって、他の魚料理とかメニュー多くない？メニューめっちゃ多いな。めっちゃ多い。こういうのがいいね。ここの上で自分で焼けるメニューとか、ね、ピザある。海鮮ピザなんやね、一応ね。ちなみにここの雰囲気めっちゃいいよね。なんか昭和って感じ。あ、昭和の感じって昭和に知ってるんですか？おじさんだから。か昭和生まれの日本のおっさんだもんな。そうそうそう。いや本当に大好きだよ、昭和の雰囲気とか。お、来た。めっちゃ早くない？本当に注文して1分もかかってないよ。これが柚子はちみつサワーです。と生です。はい、はい、乾杯。乾杯。あー、夏の感じはしますよ。夏の生は最高です。なに夏の生が最高ですって言われたら、それが合ってるかどうかチェックしなきゃいけないじゃないですか。すぐ人の飲み始めるんだね。もうこれ両手で。はい、どうぞ。はいはい、ありがとうございます。はい、もう一回乾杯しますか。はい、OK、はい、乾杯。夏の生がいいな。うん、これも美味しいけどね、甘いから。甘い、ね、ジュースみたいな感じでしょ。これがおじさんって感じで、うん、あのレナって感じ。お通しが来ました。来ました、お通し。あら、残念ながらレナがもずくです。ちょっと苦手なもずく酢ですね。レナはもずく苦手だもんね。この白いのが何？とろろです。はい、ダブルパンチです。レナはとろろも苦手し、もずくも苦手という。なんで苦手か分かる？あの、ぬめぬめとろとろしてるから。そう、味は別に苦手じゃないよ。この食感がちょっと私に難しい。ダブルパンチきました。海外にこんなにネバネバぬるぬるする食感のものがない。日本人は好きだからね、これが。バカが特に。やっぱりダメでした。タカにあげる。タカが大好きだから。はい、はい、ありがとうございます。はい、タカ大好きでしょ。いただきました、うん、大好き大好き。そう、見てください。来ました、めっちゃ来たよ、一気に。イカとエビとカニ、レナが一気に来ましたね。これをここの浜焼き、はい、焼いていきます。火もつけてくれました。はい、タカが焼くマスターって言ってましたよね、うん、私はちなみに焼くマスターではありません。あ、ドイツ人なのに。レナのパパね、めっちゃうまいよ。あ、そう、パパがグリルマスターだけど、でも魚をグリルすることあんまりドイツにはないよ。エビ2つ乗せてくれた、ありがとう。レナが2つを食べたいから。あなたのエビですか？はい、喜んですみませんでした。冗談です。もちろんこれは全部仲良く2人で食べるものです。はい、今ちゃんと言ってくれましたね。もちろん約束します。イカも半分あげる、はい、カニ味噌も半分あげる、エビはタカのために剥いてあげてあげる、うん、ありがとうございます。そこまで旦那のことが大好きだった、はい、この言葉よく覚えておきます。いやいやいや、美味しそう。あ、カニ味噌もちょっとグツグツしてきたから。本当だ。あの、混ぜた方がいいかもしれない。一回スプーンでで混ぜて色が変わってきたら食べ頃ですって言った。これだけでビールいけそうだわ、これ。それ、タカが焼くマスターと言いつつ、焼けてるかどうかわかんないよね。俺指示出すマスターだから。レナは動くマスターでしょ。いいよ、別に動いてもいいけど。ありがとうございます。これが合ってるよって。ああ、合ってる合ってる、もういけるよ。ああ、ほんとだ。あとカニ味噌ももう色変わり始めたからいける。大丈夫かな。あれ、信用してない？信用してない。タカマスターを信用してない。タカマスター信用してない。全く。はい、出来上がり完璧じゃないですか。面白い面白い、おじいさんギャグを思いついたよ。いただきますじゃなくて、いかがします。はい、面白い。すごい、もう一回言ってもらっていい？もう恥ずかしくて言えないね。お茶の間が凍りつきましたよ。皆さん、これを毎日聞かされてる旦那の気持ちにもなってくださいね。めっちゃ面白いよね、私、はい、でもうまそうだね、イカリング。めちゃめちゃ美味しくいただきました。これ楽しいの自分だけで。
才能があるわ、逆にでしょうねこのさ、マヨネーズにつけるところももう最高だよね、うん、絶対うまいもんね。海外にもこういったイカリングとかあったりするけど、うん、なぜかわかんないけど、うん、ヨーロッパで食べるとなんかすごいゴムみたいな食感だよ。あ、そうなんだ。だからこんなに柔らかくてめっちゃ美味しいイカは日本にしかないかもしれないよ。まあ海鮮の天国だからね、日本はね、うん、ちなみにね、カニ味噌も出来上がってますからね。でもめちゃくちゃ熱いから気をつけてください。めっちゃ美味しい。あ、それ俺の俺の、あれ俺の俺の、ビール。あ、飲みっぷりですね、社長さん。カニ味噌はビールにめっちゃ合う、まあ、でしょうね。で、俺のビールなくなったんで注文お願いしますね。あの、社長さんのスプーンが全然止まってませんよ。もうカニ大好き。カニ味噌最高ですか？最高です。ちなみに海外にカニ味噌食べる文化もないよ。もったいな。日本って高級品だからね、カニ味噌。でもなんか見た目は本当に良くないでしょ、まあ、それを言われるとねでも食べたら絶品だもんね。最高。あの、最初の言葉を思い出して、今日は仲良く2人で半分ずつ食べると言ってたの、まだね、5分前のことだよ。気持ちたかがもう十分に食べた。あ、もう忘れた。あれ、もしかしてボケ始まってる。はい、だからね。うん、うまいよ。うん、うまい。ありがとうございます。なザカが嘘をついてるよ。もう初めて食べました。ありがとうございます。美味しいです。なんでそんな嘘をつくの？視聴者の皆さん、私のこと嫌いにならないでくださいね。本当にタカとシェアしてますよ。半分はシェアしてくれてないけどレナ8、俺2ぐらいは食べてます。そして来ました。これちなみに来ましたよ。めっちゃでかくない？ほったってやばくない？これ、これも焼いていきたいと思います。なにこれ、レナの顔ぐらいあるんじゃん。すごくない？やっぱ自分で焼くのって面白いよね。面白いけどやり方が分かりません。大丈夫です、ここにマスターいますので。はっはっ、うまかったよね、イカもカニ味噌も全部今。あ、じゃあ私はやったから。あ、そうでしたっけ。そうでした。出来上がりました。エビ、エビ食べるのが好きだけど、あの、剥くのがすごい難しいよ。そうだよね、エビって難しいよね。レナさんが剥いてくれました。殻まみれになりました。あ、ちょっと、あ、美味しい。うん、エビ一番好きだよ。エビ大好きおじさんだからね。タカの剥いてあげるって言ったけど、剥、うん、けられないかもしれないよ。あの、最初にさ、約束したこと全部今守ってないよね。まあ、逆に皮ごとに食べたら美味しいかも。エビ最高。ホタテが開いてきました。一個開いて、もう一個閉じたまま。人見知りかもしれない。はい、シシャモも来ましたよ。シシした、私はちなみにシシャモファンだよ。シシャモ大好きだよね。もうおじさんだから。なんか今日さ、海鮮居酒屋来たからさ、もうおじさんパワー発揮しまくってるよね。これあれだよ、若いドイツ人の娘の着ぐるみを着たおじさんだからね、これ中身。本当にこれドイツ人はあんまり食べないものだよ、ホタテとか、まあ、エビはまだあるかもしれないけど、シシャモとかはないよ。本当に日本って良かった。こんなに美味しい食べ物に出会えて、好きになって、もういつでも食べれるということは最高です。ありがとうございます。日本投稿してる間に塩辛が来ました。僕が頼みました。タカが大好きな塩辛だね。塩辛はちょっと、ね、いつもね、食べません。塩辛苦手です。塩辛は具体的に何？イカの塩で辛くしたイカ、塩辛。伝わった？ノー。だからしょっぱい。しょっぱいイカって感じ。タカが何も分かってないよ、作り方とか。作り方は分からんわ。あ、梅干しになってます、顔が。これなんか本当にレナの苦手パターンだよ、これ。あら、 おじさん失格ですね。そっか。白子ポン酢来ました。レナね、生の白子は食べれないんだよね。また食感の問題。うん、あ、おいしい。まあ、天ぷらだったら全然うまいよね。食感違うね。これね、お酒に合うんですよ、社長さん。お酒がない。あ、残念、なくなりましたね。じゃあそれ俺のやて。すごい飲むね。もうドイツ人の本領発揮してきたね。やっぱり、うん、ビールに合う。多分このホタテ、あ、ホタテでできました。1個醤油入れますか。ポタポタポタ、ち
方多かったかな。ポタポタポタと言ってつつドバドバドバと入れたね。でもこれ美味しそうだよ、こんな感じで。うまそう。殻ごとじゃなくてこのままで取ればいいって感じ。そうだね、出来上がったらね。もうちょっとやればいいよ。まだまだまだ、もうちょっとやればいいよ。グリルマスターがそう言ったら信じた方がいいかもしれない。そう、出来上がったね。めっちゃうまそうやな。けどおいしい。これ見て、この肉厚な、うん、やばくない、うんうん、ホタテ最高。焼き上がりましたね。ししゃもはあのもう全体的に食べれるものでしょ。そう、もう頭から尻尾まで多分全部いけると思う。あ、こういう小さい魚はおいしいよね。うまみがこうギュッと凝縮されてるからね、うん、卵みたいなのも入ってた。はい、レイナが黙ったと思ったら注文追加しております。まだ食べるんですか。いやでも結構お腹いっぱいになってきたから最後のある一品を注文しました。まだそんなに飲んでないけどなんか酔っ払った気がする。いやそんなに飲んでるよ。ビール飲んだでしょ。でレナさっきのさ1杯目飲んでこれ2杯目でしょ。 Yes。 3杯ぐらいは飲んでるよ。の高野そんなに飲んでないよビールを。あの動画見返してもらったら分かるけどグビグビ飲んでたよ。一口、二口、三口ぐらいは飲んだけど。翌口、五口ぐらい飲んだね。三口ぐらい。ほんわか、酔っ払ってきましたか。なんか酔っ払ってきた。と言いつつ飲む社長ね。この店の一番楽しいところはこれだよ。自分でグリルマスターになるのが楽しいよ。楽しい。でもドイツでないの、こういうさ自分でグリルパーティーができるようなホームパーティーで家でやるか。ドイツ人本当にそんな感じ、ね、でも魚の種類とかもないからお肉とたくさんのソーセージ、もう10種類のソーセージをバーベキューで焼く。チキンの足とかあの手羽先とかをグリルで焼く。ステーキとか魚はない。ドイツで住んでたのが、うん、もう海がなくてミュンヘンだもんね。そうだから川魚しかなくて。でも日本に来て貝とかホタテとか、うん、あのいろいろあってめちゃめちゃ嬉しいよね。本当にもう最高だよ日本は。海の幸が宝だもんね日本は。嬉しい、嬉しくてしかないよ。シシャモができました。できたと思うよ。見てめっちゃあれ褒めて。バーベキューマスターここにいました。あマヨネーズつけてんの。シシャモはそのままじゃないの。マヨネーズつけて食べると思うよ。あ、ちょうどいい。完璧に焼いたよこれ。おお、自分が褒めるの得意ですね。あのに肩をポンポンして。よくできました。レナさんタカが褒めてくれないからね。自分を褒める天才ですからねお互いに。レナちゃんどうしたんですか。これ可愛いでしょ。スイカ。そうだよ可愛いでしょ。ネイルスタジオでやったわけではなくて100件ショップでシールを買って自分でやった。シールには見えないね。ね。でもスイカをチョイスするあたりが何これ夏だよ、スイカだよ、夏シーズン。本当に食べ物が好きなんですね。そうだよ、お魚デザインとかが あれば今日にぴったしだったの。はい、最後来ました。何これ。なんか日本人に学んだのが、あの、うん、米が締めということだよね。俺も帰ると思ってたんだけどまだ食べるんだね。すごい食欲でございます。でもうまそうでしょ。カニとウニとイクラと海ぶどうの寿司。すごいね。でしょ。このボリューミーな感じもすごいわ。これをディップして、いろんな食感があって締めにぴったり。うわ、イクラがもうこぼれ落ちてる。それは最後に食べればいいんじゃない。とりあえずすごいじゃん、イーティングモンスターやん。海ぶどうがさ、食感めっちゃアクセントになってる。イーティングモンスターのすごい価格。美味しかった。マジでうまかったね。ごちそうさまでした。大満足ですか。もう非常に満足です。はい、ということでお会計のお時間です。レナさんはいくらあると思いますか。私のおごりで。あ、今日はおごってくれるんですか。いえ、幸せに飲んだから。もうちょっと酔っ払ったから。今度から酔っ払わせればいいんだ。そしたら財布の紐が緩くなる、ね、そう緩くなる。ちなみにお会計はこちらのお値段になりました。はい、いくらだと思いますか。もう本当に4000円から9000円の間のどっかって感じ。レンジがすごいな。それ当たるわ。
4000円から9000円、そんなお会計予想する番組見たことないよ。もし、はい、プラスマイナス100円で当たったら俺がおごるわ、さすがに。それは回線が高いから、うん、8200円。本当に何が本当に回転おお8195円。離れました。高野、俺のおごりになった。高野おごりでお願いします。ごちそうさまでした。マジで奇跡じゃん。やっぱ社長すごいね、金銭感覚がすごいね。そう、最近良くなってるかもしれないよ。はい、ということで結局僕のおごりになりました。はい、ごちそうさまでした。タカさん、ごちそうさまでした。ニアピンは俺が負けちゃうんだよ。そうだよ。じゃんけんにするとレナが怒ってくれるんだ。そう。はい、次からじゃんけん一択にします、はい。考えた方がいいよ。あとは酔っ払ってるともう払おうかな。じゃあバンバンレナに飲ませて。それが私に良くないからやめてください。ちなみに皆さんは今日で食べたものの中で一番美味しそうだったものはコメントで教えてください。タカの一番好きなのが。シシャもうまかった。美味しかったね。私はホタテかな。あ、ホタテもうまかった。だってこれぐらいのサイズ、めっちゃ特大ホタテ、本当に美味しかった。というわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。